日本近畿地方京都府京都市東山区、下河原下河原は、京都市東山区の地名。下河原の名前は、高台寺山から流れる、菊池川と、音羽山から流れると泥き川がここで合流し、れ基地を作っていたことに由来する。江戸時代初期、豊臣秀吉の性質である、高台院がこの地に高台寺を建立。それに伴って連れてきた芸人が住み着いたのが、 後の花町の始まりと言われる。下河原の芸儀は山猫芸者と呼ばれ、当時祇園などにいた茶屋女とは違い、遊女めいたところがなく芸に優れていて人々を魅了した。京成町島原の眼下として土政が許され、栄え続けた。師匠を迎え京舞、井上流を町の流儀としたのは祇園新地よりもこちらが先である。明治を迎え、 日本最初の博覧会の不博覧として、祇園の都踊りと共に、東山踊りが上演されたが衰退の一途をたどり、1886年、祇園公部に合併され、消滅した。現在、花町としての面影は残っていないが、お茶屋の観察プレートを掲げている民家が数軒存在している。周辺に旅館や料亭が多いのも花町だった名残だと言える。 下河原の町の中には、下河原2が通っている。北は、八坂神社の正門である南楼門前に始まり、南は八坂2まで至る。ありがとうございます。